さあ、というわけで、有吉弘行のサンデーナイトドリーム、有吉弘行でございます。12月18日日曜日生放送でやっておりますけれどもね。年末結構ね、まあ、俺なんか忙しいっつったってそんな忙しくないんですよ、別に。地方ロケ行ったりとかさ、別に舞台営業行ったりとかしないし、はいはいはい、ネタ番組です。ネタバンバンやったりするわけじゃないから、はい、別になんかもう普通の日常よ。もうたまにちょっと違う番組がちょっとさらっと入ってきたりするけど、だから僕なんてまあ別に全然忙しくないんですけど、うん、だけどまあ世間的にはこう、師走でね、うん、ドタバタドタバタするじゃないですか。はい。まあそんな中なんかたまたま昨日ツイッター暇だからさ、まだどうせ暇だから、暇だからツイッターやってたらさ、で、有田さんの有田と週刊プロレスっていうやつなんかやってんのよ、アマゾンプライムかなんかね、あれ見てると面白くてさ、面白いななんつって、ツイッターしてたら、あ、こいつ家でダラダラしてやがんなっていうのを気づいたんでしょうね。クソヒゲゴリラってわかります？ごめんなさい、クソヒゲゴリラなんで、ラグビーの、ね、ラグビーのクソヒゲゴリラです、ね、あの五郎丸じゃない方選手でしょ、じゃない方選手じゃない方選手、あ、してます、してます、あのクソヒゲゴリラ、はいはいはい、畠山さん、はい、畠山さんがあのツイッターのダイレクトメールで、ほう、今度サンドリ出してくれませんか。え、マジですか。本当っつって、ういや俺はいいけどさ、はあ、いや、なんか告知かなんか、ほら、もうラグビーのシーズンになるんじゃない？はい、そうですね。1月ぐらいだったら、今そうですよね。もう12月ですから、はい。いや、だから、あ、なんか告知があるんですかって言ったら、告知はないんですって。丸裸で来ようとするなよって思ってさ。Release all that stress. Now a variety program.さあ、こんばんは、ダブルの真珠、広島軍団怪談時軍人ロックスター有吉弘行でございます。サンデーナイトドリーマー生放送、アシスタントこちら、はい、デンジラスの安田です、お願いします。いや、だからその、いや、でほら全然いいじゃない、別に我々はほらラグビーのこともっと知りたいし、はいはいはい、ね、そうですね、うん、あのあれガチムチマッチョも好きだしさ我々は、はい、ガチムチのヒゲマッチョも好きだしね、はい、我々は、はい、あのリスナー全員そうかな、いや、どんと恋なんですよ、はいはい、ラグビーのこともいっぱい聞きたいし、はい、ね、いろいろなこと聞きたいからなんだけど、はい、ただ畠山、まあ、クソヒゲゴリラってさ、うん、プロなのかなアマチュアなのかなとか言ってさっき高井さんと話して、プロじゃないですか、ね、海外でプロやってるから、ああ、だったらなんか誰かがマネージメントとかしてるはずでしょ、多分そうだ、だったらその人この番組出ますっていうの言わなきゃいけないんじゃない、大丈夫、まあ、そうじゃない、俺とクソヒゲゴリラの顔面クソ毒まんじゅうとクソヒゲゴリラのやり取りでいいの。だってアマチュアだったらさ、それはだって畠山さん の, 奥さんだろうがお母さんに言うわけだわ、お宅の息子さん、うち出てもらうんでっていう、親とかにご連絡しなきゃいけないでしょ、ご本人に言えばいいじゃないですか、ご本人に言えばいいじゃないですか、別に親とか、アマチュアだったらそれでいいじゃない、お母さんかお父さんに、はいはいはい、畠山君、今日ちょっとラジオ出るけど大丈夫ですかっつって、いや親には言わなくていいと思う、ね、アマチュアだったら言った方がいいでしょ、まあ、まあそうです、プロだったらそういうわけにいかない、お父さんお母さんに言ってもすいません、うちのちょっとわからないんですけどって話じゃない、まあそうですね、そうです、さあ面倒くせえなって、その畠山さんのね、お父さんのお母さん貼り付けにして、うん、連絡待つって連絡待つってだってやらなきゃいけないからさ、お父さんとお母さん貼り付けにして、もう20連絡待つってやらなきゃいけないかと思ったりとかして、いやでも、まあどうなんでしょうね、まあ、どっかマネジメントしてるところがあるのかな、まあ、じゃあそこに通してやればいいのかな、もう、まあじゃあ、まあ、竹内さん、ヒクソヒゲゴリラさん、まあ、聞いてたらちょっと聞いて、はい、1月んでもまあ呼びますかね、そうですかね、はいはい、1月んでもね、1月の暇のやることねえ時に呼ぼうよ。ひどい言い方だよ、あんな日本代表で頑張ってた人に対して、いや、だから日本代表ですごいじゃないですか、そうですよ、すごいのに、うん、なんか僕のツイッターのあれも必ずリツイートしてくるんですよ、いや、すごい、だから気さくで優しいというかね、はい、だからガチムチで本当にひげマッチョだから。
何を匂わせてるまあそんな話は、はい、置いといて今日は毎年恒例、はい、サンドリキャラクター祭り2016開催でございます、皆様のリクエストにお答えしてこの番組に登場してくださったいろんなキャラクターの名場面を紹介していくというコーナーでございます、はい、ちょっとねよくまとめてくれた人がいます、ラジオネームブラックさん、うん、アリスサンドルキャラクター祭り今年で3回目でございますね。エントリーしたキャラまとめてみました、2014年、うん、上品アリちゃん、ゲソカーン、アマちゃん、牛のミノちゃん、 AKB48、 西園寺信子、ペニスレディ、ふときよしこ、エグザイル、こじるり好きの人面相、ビッグマン、元気有吉ちゃん、ハリオブ、ラバナレス、田中邦衛、平子大将軍などなど、流行語大賞はゲソカーンのゲソがチンコに絡みつくでしたね。キャラクター大賞はアマちゃんが獲得、2015年はゾンビ、ふときよしこ、エビスさんのお兄さん、おまんじゅうの人、高橋源次郎、オナニーだけはっきり聞こえる天竜などなど、そして2015の大賞はゾンビでしたということで、いろいろまとめてくれました。この人にあげとき、エンジェルあげときましょう、はい、はい、というわけでちょっといろいろありますけど、有吉弘行サンデーナイトドリーム、今夜も最後までお付き合いください。サンデーナイトドリーマーライブオンエア。Sunday Night Dreamer。さっきのね、さっきのブラックさんにエンジェル1枚あげときましたと、はいはい、さあ東京半蔵門 JFN スタジオ生放送、有吉弘行サンデーナイトドリーマーです。はい、アシスタントはデンジャラスの安田です、はい、メール募集いたしましょう。今夜はねキャラクター祭りありますんで、番組聞いての感想、過去のキャラクターを聞いての感想自由です。今日はね、あなたが選ぶ番組の流行語ね、思い出せた人はなんかあのこんなのもありましたねなんて送ってくれてもいいかなと思っております。はい、宛先がね、はい、宛先がですね、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください、うん、ネットで有吉ラジオサンデーナイトドリーマーと検索してください。こんな検索したらクソだとかバカだとか死ねとか出てこないです出てこないですそんなにバトンバカされてないです。大丈夫です。私有吉の金星に触れたメールにはパンという名のポイントね、ステッカーを差し上げておりますので、ぜひぜひ皆さん初投稿もお待ちしております、さあサンドリキャラ祭りに行く前に、来週再来週その次の週のちょっとお知らせいろいろと、お3週もですか。バタバタ、ちょっと予定未定なこともあるんですけどね、はいはい、ちょっと一応お知らせさせてください、はい、来週12月25日クリスマスでございますね、うん、クリスマスはアシスタント総選挙の開票でございます、投票の結果が発表されて、表彰式なんかが、ね、行われます、現在番組ホームページで投票を受け付け中でございます。再来週1月1日新春スペシャル、毎年恒例サンドリ上島竜兵スペシャル。あ、またですか。誰が聞いてんだ1月1日に上島さんの話を誰が聞くんだっていう1年の始まりが一番面白くないというのがおなじみでございます、上島竜兵スペシャルに、メールを送ってください、はい、テーマ毎年一緒ですサンドリックス上島バージョンということで、上島さんに関するチクリ質問、メッセージ、リアクションリクエスト、まあ、うん、エアーリアクションというのがありますんでね、はい、ありますね、いろいろとこんなリアクションどうでしょう、ジェットコースターの、はい、乗って、はい、10秒、乗って、うん、最後に熱い追いがかかってきたらどうですかとかね、はい、いろいろリアクションもやってくださいます、はい、何でもいいです。上島さんに関することだったら何でも OK ということですね、うん、詳しくは番組ホームページをチェックということですね、はい、そして1月8日がねネタメールスペシャルということで、うん、まあ、12月はあのバタバタといろんな企画コーナーで、ネタをやれてないんですね、はいはい、皆さんのネタを読めてませんので、そしてまあこれで最後になるコーナーもあります。サム・スミスとかね、まあ、どんどんほとんどまあ終わらせようとは思ってますけれども、ということで、ネタを送ってほしいなと思っております。こちらも収録は来週、収録は来週なのかな、渾身の作品を来週日曜日の朝までに送ってくだされば助かるなと、来週日曜日の朝までにネタメールを送ってくださると助かります、どうぞよろしくお願いいたしますという、はい、まあ、1月8日に関してはまだちょっとスケジュール先のことなんで確定してないんですよ。私もバタバタしてますし、皆さんスタッフもいろいろとバタバタということで、はい、まあ、変更になった場合すぐ番組ホームページでお知らせいたしますけども、はい、まあでも来週日曜日までにネタ送っといてくださればまあ確定、はい、あの安心ですということですね。はい、わかりました、はい、さあということでもういいんですかね、言ってどうなんですか、まだ大丈夫なんですか。そうなんですよね、うん、だからどうしようかねって思ってね、いろいろ
上島さんの回面白くないからさ、もうちょっと面白くなるようにしてあげたいしね。そうなんですよね、毎回ね。そだからエアリアクションも結局年に1回しかやらないんで、うん、あのやり方覚えてないっていうね。みんなね、なんだっけ、なんだっけ、どうやってやるんだっけ、探り探りで 4,5 個やってやっと思い出して、うんうん、 そうね、それでやっと少し面白く調子出た頃にちょっと終わっちゃうってね。アナルにじゃあうなぎを3匹入れるって言ったら、最初ダメなんだよ、最初急にあーって言っちゃうんで、何にも面白くないですけど。ちょっと楽しみです、はい、ラジオにも朝方人間ゆか宮崎、はい、有吉さん、ついに、うん、クソヒゲゴリラがサンドリに来てくれるんですね。いや、法径童貞のゲスナーがゲストなんて勃起が止まりません。お前らすぐ勃起するな。ラジオには熱海のたこ焼きマートも FM 長野、おいクソヒゲゴリラ、何がサンドリに出してくれだ。お前ファンとリスナーの距離感完全に見誤ってやがんな。もしお前が今後サンドリにな出演する機会ができたら、俺たちゲスナーは100人でお前をスタンガンで襲うからな。覚悟してこのボンクラ。急に敵対心むき出しになって、いいですね、まあしょうがないですよね。でもちょっといろいろと聞きたいことありますよね、ラグビーのやっぱりルールからそっからですか、ね、こんなことしてもいいんですか、あんなことしてもいいんですかとか ね、 あ、はい、そうですね、あのラグビーの名場面あれどうなんですかとかね、はいはいはい、うん、そうですね、ちょっといろいろ聞きたいことはいっぱいありますよね、いっぱいあります、いっぱいあります、ラグビーに関するね、うん、だからちょっとまあいいですよね、まあ、若槻さんと同じで1時間ぐらいでね、パパッと切り上げてもらって、あとで1時間その人の悪口言うし、あいつさ本当ダメだったなってね、あの振り全然面白いなとやっぱ素人だなみたいな、この辺ちょっとなんかヒゲまみれじゃないですか。掃除しろ掃除しろなんつって悪口言えるから ね、 ね、1時間っていうパターンいいんですよね、それもね。でもなんか面白いですね。でもそういうことで言えば結構ラグビーもあの時グッと盛り上がったけど、まあでも盛り上がってはいるけど、うん、またちょっと頑張らないとね、どん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 やつぎ場合にどん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 やっぱりやっていかないと、はい、すぐね、我々子供の時はねすごい流行ってましたけどね、うん、それまたよりレベルが今上がってるだけ、サッカーだプロ野球だみたいになるにはね、やっぱりなかなかちょっと大変だから、はい、ね、うん、あ、いたよね、クソヒゲゴリラみたいにならないよ。チャラチャチャチャラチャですからね、なんで受け流すみたいな。一発屋業界みたいなことにならないように、ね、そっかそっか、そうですよ、そうですね、そういう意味では、はい、世間って冷たいからね、はあ、そうすか、ちゃんとやって一生懸命やってんのに自分が見なくなったら、最近見ないね、消えたなんつって言ってくるからね、はい、いやバンバン言いますよね、本当に、はい、クソ野郎ばっかりだった。それ一番食らったのがね、もう私はもう一発屋でね、はい、いやいや、そうでしたよね、え、もういける、うん、あ、おでんツンツンしてる辻君じゃない。してない、してないでしょ、してないって全力で言ったのよ。全力で言わないと信じるからね、聞いてる人が。そこでいいんですよ、声聞こえてなくてもしてないですってやってアピールをした方がいい、おでんツンツンディレクター。今日もね、いろいろネタをまとめてくださっております。サンドリーキャラクター祭りを始めましょう、はい、いただいたリクエストメールをもとに登場していただいた部分をダイジェストでお送りしていきます。最後に大賞一つ決めたいと思いますので、はい、どうぞ皆さんお聞きください、はい、ということでエントリーナンバー1、おちん愛し。ラジオのサイン Z、 僕が好きなキャラは1月31日と7月10日序盤に登場したおちん愛しです。ドクターでもある彼はいつも真摯に質問に答えていましたね。ということでエントリーナンバー1、おちん愛しです。おちん愛しに質問です。イボをぶちとブチッと潰した後何か出てきたんですか。おちん愛し、黙ってないで答えてください。イボ潰しまして出てきたのがその、はい、イボ太郎です。イボ太郎、これは認知しております。なんで答えに、これは認知してます。イボ太郎、イボ太郎、はい、イボ太郎は認知されてるんです。してます、はい、認知はしております。ただはい、はい、席は入れません。落合さん、週刊祈祷クリクリのものです。いろんなにいるんだよな。イ・ボミさん、イ・ボミさん、韓国人プロゴルファーイ・ボミさんには親近感が湧くんでしょうか。これは一切関係ございません。うん、はい、はあはあ、私は、はあ、おちん愛と申します。
はい、ボミさんとは全く、またイボ太郎が、大きくなった時にそれは親近が湧くかもしれませんけど、私とは全く、ただイボミさんで、抜けるかって言われれば、これはもう認知します。イボ放置です。もうイボ専門ですね。あるかもしれないです。ないでしょ、イボ放置。陳愛氏は失敗しないで有名なドクターですが、今回の吊るし手術失敗じゃないんですか。私おちんちんのイボ潰すの失敗します。なんだよおちん愛しってこれショーン・ケイさんとかと一緒ですよね。そうです、おちん愛しですよね。多分そうだと思います。突然出てきました。誠実に答えるっていうことですね。どんな質問されても、はい、そうです、そうです。おちんちんのイボのことにね、はい、関しての話ですよね、この辺はね、はい。ラジオネーム T シャツパンダ、これエントリーナンバー2番のメールですね、はい。私が投票したいのは6月19日放送ヒップホップのコーナーに登場した行っちゃうぜおばさんです。知らないわ。このキャラクターは毎週有吉さんへのディスばかりのヒップホップのコーナーで、突然有吉さんへのリスペクトのヒップホップが送られてきた際に有吉さんが気持ちよくなって誕生したキャラです。エントリーナンバー2番、行っちゃうおばさん。ラジオネーム、ナス太郎。ダサ。ナスだって。有吉天才ロックスター。誰もが恐れる軍人さ。チンコはズル向け男らしい。パンダ好きにギャップ萌え。そのルックスにみんな萌え。トークのセンスは別次元。これらが我らの有吉さん。いっちゃうぜ、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 いっちゃうぜ。私は言っちゃうぜ。じゃ、引っ越し、引っ越し。どっかで聞いたことあるなと。言っちゃうぜ。一般言っちゃうぜ。なんだよ、引っ越しおばさんでしょ。引っ越しおばさんですね。引っ越しおばさん。言っちゃうぜ。知らない人ばっかり出てくるわ。もう一枚ぐらいいけんのかな、はい。一回ブレイクするか。はい。Stay Night Dreamer Live on air。 Sunday Night Dreamer。 はい、ということでサンドリーキャラクター祭りやっておりますけども、早くももうエントリーナンバー3番いっちゃおうかな。あ、お願いします。はい、ラジオネーム止まらない、僕の今年印象に残ったキャラクター、2016年3月20日放送でオープニングからたびたび登場した松井秀喜さんです。1970年世代を有吉さんと共に牽引している松井さん、国民栄誉賞受賞後もヤンキースの GM 補佐として精力的に活動する中、サンドリーに参加をしてくださり松井秀喜川柳を披露するなど有吉さんとの軽妙な掛け合い見せてくれました。また半蔵門に来てくれないかなということで、エントリーナンバー3番松井。エンジェルがね5枚、たまりますと私有吉がですね、2人で一筆をしたためた色紙をプレゼントいたします。心の大スポンサー若月千夏雲上様がですね作ってくれた番組オリジナルのマグカップにはですね、これぞというメールをくれた方1名にプレゼントしておりますので、ぜひぜひ応募してください。松井秀喜さんに質問です。独身時代は AV が大好きで有名でしたね。最近のおすすめ AV 女優どなたでしょうか。明日ツタヤに行こうと思います。広川ひかるです。はい、広川ひかる。上島さんの奥さんとか出てないの。松井秀喜さん質問です。アナルに直径何センチまでのバイブだったら入りますか。20インコース腕を畳んでうまく打つ、スルリスル、今日も明日も素振りする。ホームラン打つとやっぱり気持ちいい。外国のデリヘル呼んで尻撫でる。チンチンをブラブラしながらうまく打つ。よくやってくれましたよね。
花輪くんがやる松井さんでもなく本物のね松井秀喜さんですからね。驚きましたけど、ね、一番最初のやつなんか多重人格者にしか聞こえなかったですけどもうね川柳なんかすごかったですね。ビリミリガンのような素晴らしいです、ね、素晴らしいですね。皆さんよく覚えてくれてるなって感じしますよね。我々はなんてすっかりねやりっぱなしですから忘れちゃいますけどいろいろメールも届いてます、はい、読ませてください、はい、ラジオネーム大丈夫を気取ってます F 群馬。今年のサンドリ流行語はライスだと思います。ライス予言の、まあ、ライスね。あとまあザ・スリムクラブもやりますからね。そうですか。ザつかないと思うんですけどねスリムクラブは。ラジオネームドスクイパンの FMC が今年の流行語は金玉短パンが特に印象に残っています。丈が短すぎて座った時に金玉がはみ出してしまうという金玉短パンが流行るなんてファッションは奥が深いですね。確かに今年も夏は本当いたね金玉短パンの。いました。マジでいましたよ。マジでそうか。めちゃめちゃ短いの短パン。あ短パンね。俺もうちょっと膝上ぐらいの丈がいいっつってんのに、はい、大体金玉短パンだなって。ラガーマンたちもでも大体金玉短パンだね。そうです、ね、ラグビーのことを言うとね、はいはいはい、相当短い。あれ、 あれだからあれを目的に見に来るお客さんも多いんだろうね。だからそう短パンを金玉出ないか出ない出るか出ないか金玉出るか出ない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 か出たーうわーこれやろね。そんなにその瞬間ですか。渋野宮が渋野宮とか花園とかとかの周りいたらうわーってからねトライ決まったのかなと思ったら金玉出てたっていう方が多いからね。まあ、これ大丈夫ゲスト玉山群馬。今年の流行語ですが SHKB だと思います。そこにいる安田さんの母に対しての整形墓参りクソババアという意味があります。そうやね、整形墓参りクソババア、整形墓参りクソババア言ってたわ。うん、陰茎クソムシデブタムシ、いろいろ。そうなんです。俺それがもう本当耳に残っちゃって、歩きながらずっと陰茎クソムシデブタムシって出てきちゃうの。子供と一緒にぜひ歌ってください。そうそう曲、曲はですね、高橋優で明日はきっといい日になる。何？明日はきっといいになる。さあこの時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは。有吉ゆきサンデーナイトドリーマー東京半蔵門 JF のスタジオから生放送です。アシスタントはデンジラスの安田です。はい、再びキャラ祭りやっております。今日はねキャラクター祭りということでございます、はい。このゾーンは二次元っぽいキャラクターをまとめているそうです。二次元っぽい、ね、そうですか。松崎好みの。ああ、なるほど。かな、はあ、はあ、何が何だか私には分からないです。聞いてみないとね、はい。ラジオネーム、エントリーナンバー4番ですね、はい。ラジオネーム、メガネかけき。8月7日放送、有吉 AI ですかね。はい、有吉 AI。この番組初めての AI でした。こんな AI があればお外へ行くことも夢じゃないかもしれません。出ろ出ろそんな。明日はきっといい日にならない、いい日にならない。なります、なります。さっきのみんなポジティブにならちゃ困るから一回ちょっと立ててみましたから、はい、聞いてる人に希望を与えない。ということでエントリーナンバー4番、はい、AI。 もう声だけ発してくれれば、うん、なんかいけそうな気しますね。電気ついたらおかえりって言ってくれ る, てくれるとか、おかえりなさい。そんな感じですか。ちょっとちゃんと、ちょっと昔ながら3次元のロボットじゃないですかね。それペッパークみたいなやつ。抜きますか。いや、何これ。いや、もうでもこういう未来は近いですよ。近いでしょうね。私でしこるんでしょう。もっと音ちゃんと出ますね。もっと見せてく、よく見せてください。だいぶ古いロボットですよ。が、まじる、出てるわね。そっちの方が良かったりするわけだ。こんな風にされるの好きなんでしょう。興奮しねえよ。
続いてエントリーナンバー5番に行きますね。ただまたメガネかケーキさんですね。8月7日放送また8月7日だよ、の、京子ちゃんとても可愛くて癒されました。エントリーナンバー5番、京子。なあ京子、京子は好きな男の子いるのか。どんな男の子が好きなのかお兄ちゃんに教えてくれよ。なんであんたみたいなやつにそんなこと言わなきゃいけないのよ。まあ、どんな男の子が好きなの。それはあんたみたいな顔の男よ。言わせないでよ。もう声聞いただけでブスって分かるね。松崎か。松崎っていうパターンもあるんですね。あ、そうなんですね。ちょっと安田さん、京子ちゃん好きそうね。興奮してね。奥さんっぽいもんね。奥さん似てるね。いや、そんなことないです。もっと綺麗な声してますもん。整形墓参りクソババアの息子だから、ね。いや、それは否めないんだけどね。もう一枚行きましょうか。エントリーナンバー6になるかな、もう。ラジオ名大丈夫気取ってます、うん。僕の好きなキャラは8月7日。8月7日。サンデーナイトお兄ちゃんの福田和子ちゃんです。8月はオタクである我が松崎アシスタントで、有吉さんが妹キャラに憑依。ね、有吉さんの妹像が具現化して生まれたのが福田和子ちゃんでしたね。エントリーナンバー6、福田和子。太田プロの、ひまわり。広島の健康ガール。福田和子だよ。有吉ひろゆきのサンデーナイトドリーマーです。全国のお兄ちゃんこんばんは。みんな靴下持ってきたよ。お兄ちゃんの言った通り靴下持ってきたよ。気味が悪い。妹キャラですね。妹キャラだけどやばくねえか。お兄ちゃんが靴下持ってこいって言ったんだよ。ひどいきのサンデーナイトドリーマーです。お兄、全国のお兄ちゃんこんばんは。かわいい。君悪すぎる。君悪くないだろ。何言ってんだよ。靴下持ってきたよ。一旦ブレイク。スネイナイトドリーマー Live on air. Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.com/dreamer. Stay Night Dreamer.さあ引き続きサンドリキャラクター祭りを行っております、はい。エントリーナンバーもう7になるかな、うん。ラジオネーム学ぶ、今年も演歌界の大御所登場してくれましたね。7月31日タイムマシー3号山本が電話口に現れた際に五木ひろしさんが出てきてくれましたね。横浜黄昏を歌いまくり、9月11日の放送回でもタイムマシー3号の山本が電話に出た時にも再び出演をしてくれましたね。エントリーナンバー7、五木ひろしさんです。もしもし。あ、もしもし。はい、もしもし。五木ひろしです。あ、すいません、はじめまして。どうも。それでは聞いてください。はい。チャラララララ、チャラララララララ、チャラララララララ。チェ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 はい、父親代わりに。え、逆にいいんですか。それでは一曲聴きください。はい。はい。一木さん。山本ですけど。いい横浜。聞きました、さっきその曲。一木さん。
もしもし、おはようございます。あ、もしもし。もしもし。もしもし。あ、タイムマシンさんがお山本です。お久しぶりです。わかりますか。五木ひろしさんですかね。父親が亡くなってるんですよね。はい。あの人は言っていてしまった。いつきさん。あの人は言っていてしまった。いつきさん。もし、優勝をね、したら、はい、ぜひ、横浜に一度遊びに来てください。いいですか？はい。あの、前回、一旦に、あの、いつきさん。私わかります誰か。ですね、ちょっと耳覚えがありませんね。あら、ちょ、これはちょっとショックですね。え、細川たかしです。あー、お連れの方だった。生ビールがあるじゃないか。生ビールがあるじゃないか。すごいな、ね、いや、もう本当に戸惑ってましたけどね。だいぶ慣れてきてましたね、後半になってきたね、扱いが慣れてきましたけども ね、五木さん今回結構やっぱ横浜黄昏を歌いたいっていう欲求がすごいんでしょうね。もっとあるんですけどね、いっぱいね。先週も横浜黄昏歌ってましたよね、確かに。続いてはね、はい、まあ、キャラクターというよりかは私有吉のモノマネショー。モノマネショーなんかね、ラジオネーム AS とか、はい、水平リーベイ僕の船さんとか、金玉工場長でムー大陸、この辺の人たちがあのこのモノマネがいい、あのモノマネがいいっていろいろ言ってくださいましたのでまとめました。柳葉敏郎、ドクター X、 森本レオ、亀田光輝、モノマネ4連発どうぞ。そんな暇があったら陰気直せ。今柳葉さんの真似。そんな暇あったら陰気直せ。すいません、私即尺しませんので。アナルはミシミシと音を立てながらパイプを吸い込み、ついにバイブをすっぽりと飲み込みました。アナルはミシミシと音を立てました。あ、もしもし。あ、もしもし。あ、俺や。はい、俺や。どちら様でしょうか。ねえ、お前、はい、俺、すみません、どちら様でしょうか。亀田光輝や。せけ、はい、ズバリ聞くぞ。はい、嬉しい。はい、非常に嬉しいです。非常にこてます。最高やな。ちょっとこれが俺のモノマネの実力だと思われたんじゃないかなと思って、ちょっと心外だわ。心外ですか。もっと上手だから。あ、そうですか。うん、そうっすよね。はい、私即尺始めました。いや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 、もういい、ワードも違いますよ。失敗しないのでをなんかしないと、即尺始めましたって宣言されてもそれ言いませんから。それ、だって俺見たよこの前再放送のやつで、そのやつ言いました、そんなこと。こうもみちこのやつ。大門でしょ。何ですか、コウモンミチコって。また新しいキャラ出てきたけど。コウモンミチコ、コウモンミチコは何つったんですか。シコルは恥だが。シコルはドラマが混ざってませんか、また。何だっけ、シコルは恥だが。え、シコルは恥だが癖になる。バカだね、猿じゃないんだから。何シコルは恥だが癖になるって。主役の何だっけ、インキンちゃん。インキンちゃんだっけ。インキンちゃんと星野チンだっけ。星野源です。源です。私下ネタ言いませんね。言ってるよ、めちゃめちゃ言ってんじゃない。行こう、もうお願いします。キャラクター祭りね、戻りますよ、エントリーに、はい。ラジオネームさざなみジョイント、ほう、さざなみんジョイントかな、うん。僕が好きなキャラは9月25日オープニングトークで登場したゴーエイドです。9月場所で、大関ゴーエイド豪太郎が日本出身力士としては20年ぶり全勝優勝したことから、ゴーエイド選手権が開催され、この月のアシスタント平子、新妻、有吉の3人で、3人の豪衛度が登場、3人ものゲスト、力士がゲストということでスタジオも狭かったんじゃないですか。また来場所でも登場してほしいです。エントリーナンバー8、豪衛度。さあ、優勝おめでとうございます、豪衛度関。
本当はもう厳しい一番ですけども、なんとか自分の先へね、うん、そう、喉を放送したと思ってます。そうですね、お母さん毎日応援に来てくださっておりました。どうですかお母さんに一言。本当苦労かけたと思ったんで、今回の優勝をなんとすることができて本当に嬉しかったです。さあ続いて豪栄道豪太郎関です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。いや今回、はい、どのぐらいのタイミングから優勝意識されてましたか。そうですね、初日からいい立ち回りができたので、立ち回り、いいスタートが入れたんじゃないかなと初日から思ってました。はい、今回白鵬関がお休みということでね、はい、まあ、あの大きなチャンスだったのではないかとは思っておりますけども、はい、そうですね、来場所から多分白鵬関帰ってきます。いかがですか白鵬関。白鵬だけがね怖いんだね。白鵬対策をしっかりと白鵬だけが怖い、白鵬だけなんでね、もう見事優勝を決めた豪栄道豪太郎選手です。ありがとうございます。ね、本当に厳しい戦いもあったと思うんですが、全勝優勝ということで、今の率直なお気持ち聞かせてください。悔しいです。悔しいだよ。全然言ったら相撲知らないんだもん。ああそうか、相撲の情報が全然ね。そうですよ、平子なんて豪栄道豪太郎選手って言っちゃう。ああそうですね、豪栄道豪太郎関関です ね、はいはいはい。なかなかこうまる、でまあ知らないからこそのまあ思い切りですよね。まあ僕がまあドンと胸を貸したっていう感じですかね。相撲だけでね。まあ来年はもっとね相撲のモノマネもしていきたいなと思いますし。あそうですか。今お気に入りとかあるんですか、なんか。今はまあありますよ。やっぱり春馬富士です。春馬富士。春馬富士さん。はい。春馬富士。地元モンゴルでは。警官の資格を持っております。情報じゃない、情報じゃない。ただの情報でしょ。関根さんとかでもただ情報言うときあるから。その手法。いやなかなかね、ねえ、まあサンドリー出身の力士なんかもね登場してくれると嬉しいですよね。それはそうですよ ね、 ね、サンドリー出身のラガーマンとかね、野球選手いっぱいいますから。えサンドリー出身の、ね、野球選手やっぱり見たいですよね。次続いて、はい、ラジオネーム金玉工場長。僕が今年好きだったキャラは6月19日21時台最初に登場したインキンです。このインキンはタイムマシン関さんの相棒らしく、2人でとても可愛いやりとり、うん、なんだかついほっこりしてしまいましたね。エントリーナンバー9番インキンです。改めましてこんばんは、有吉弘行です。今夜のアシスタントは新宿カーボーイ石澤とタイムマシン3号の関です。キンキンだよ。あっ、また言っちゃった。それキンが喋ってますかね。キンが喋ってんのか。おい、いやなんかもう意思持っちゃった。キンの方が僕を見てよ。もう出てってくれよ。キンキンだよ。いつまでいるんだよ。そんなこと言わないでよ。お前一回いなくなったじゃねえか。もう20年も付き合ってたら。お前のせいで道行く人に保険者って言われるんだぞ。しょうがねえ、また解雇してやるか。かゆいかゆいよかゆいよ。そんな時はデリケア MZ。 ないんだよ。これのおかげででもデリケア MZ がね、ね、池田模範堂さんから届きましたらしいですよね。すごい。オープニングからもう陰気の話ばっかりしてるんです。やなきゃ大変ですけどね。いやそうか、これでもうだってもうそうだよ、だって前半戦終わるよ、すぐもう終わりですか。早いね。あら、なんか早い。もっとだからあれだね、このやっぱり年末のキャラクター祭りを意識してしっかりやっていかないとダメだね。ラジオですか、うん、でもやっぱりしっかりやっていくと飽きちゃうからね。はい、うん、その場その場で適当にやってるのが一番いいから。俺性に合ってるから。そうです、なんかね、うん、僕多分去年これ来てるんですよ。同じこと言ってましたね。Dreamer. Live on air.
さあということで有吉力サンデーナイトドリームキャラ祭りあっという間に経過1時間ですけどもね、はい、いろいろ、まあ、こう9時台も続いてまいりますのでぜひよろしくお願いしますということでね、はい、来週はアシスタント総選挙スペシャルでございますのでね、まあ、選挙投票までやっておりますので皆さんどしどしということですね。そして上島竜兵新春スペシャルの収録を来週行いますので、うん、上島さんに関するチクリ質問メッセージ上島さんにやってほしいリアクションいろんな方向からのメール待っております、うん、さらに1月8日分の収録も行う可能性がございますので、うん、レギュラーコーナーいっぱいやるということですので、うん、たくさん皆さん送っといてくださいということでございます。はい、はい、まあ宛先はまあお任せいたしますけど、はい、さあ、メール来ております。ラジオネーム千本ノック FM 滋賀、有吉さん、しこるは恥だが癖になる、通称しこ恥、僕も毎週欠かさず見てますよ。エンディングに流れるしこダンスも完璧に踊れるようになりました。いいですね、しこしこダンスね。しこダンスいいワードですね。あ、ぜひ見てほしいな、しこダンス。インスタにアップしてほしいです ね、 ね、ぜひしこしこ。まずこれ、このドラマにはちょっとやっぱり一つ文句言いたいです。しこるは恥だがっていうのがまずおかしいよね。別に恥じゃないもん。ああ、そうですか。しこはなんか嫌なタイトルだなと思って、こんなにヒットすると思わなかったね。うん、しこらないのが恥だから、うん、無声よ、無声は恥だがでしょ。無声は恥だが癖になるっていうのもあるけどね。架空のことにキレてらっしゃるってことですね。架空の話にキレてらっしゃるんですね。だましやすけしげ宮崎まんじゅうスタッフ、ずっと聞いてて改めて思ったんだけどな、なんだこの番組。キャラ祭りって言い方に騙されてたけどな、まんじゅうのふざけた一人芝居じゃねえか。の番組が1年振り返るな、お前。さすがの俺も気づいたぞ。この1年なサンドリを聞くことによってな、棒に振ってしまってるってことにな。いや、お前みたいなやつはもう何やったって棒に振るんだから、どうせな。せめて聞いてりゃいいんだ、お前しこりながら。俺のあのさっきの京子なんとかちゃんで、京子ちゃんとか、京子ちゃん、京子ちゃんとかで抜いてろ、お前は。本当に大事なパンクロッカー F の北海道。今年の流行語大賞はやっぱウィッチャーだと思います。有吉さんがファークライプライムを始めてから徐々に情緒不安定になっていき、ウィッチャーに手を出してしまってから本当の暗殺者のようになってしまいます。そうだね。もう人を殺すのが平気な性格になりました。ゲームのやりすぎで。ラジオの東北自動車道 FM 栃木、流行語大賞は今年の1月頃番組で大ブームを巻き起こした社会現象ボラニーをノミネートするべきです。ボラニーとはゲスナーがオナニーした後にボランティア活動することを指すこと。今まで社会の隅っこでこっそり切ったゲスナーが初めて社会に貢献できましたね。これボラニーは本当の流行語大賞選ばれるか思ったけどね、これ。ボランティアオナニーだからね。あ、そうですよね、うん。さあということでね、もう一部の地域の方この時間でお別れでございます。また来週も聞いてください。はい、これでお別れ寂しい ね、 ね、ということでお相手有吉弘行とエンジェルス安田でした。この後聞ける方引き続き。さあ2016年12月18日日曜日、時刻は夜9時を回りました。この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行です。今夜のアシスタントはデンジラスの安田です。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお届けをしておりますサンデーナイトドリーマー、今夜はサンドリキャラクター祭りと申しまして、今年1年番組に出演をしてくださったいろんなキャラクターが大集合してくださっております。最も人気のある人は誰なのか、グランプリを決めようということでございますね。はい、どうですかね、なんか流行語なんかもね、うん、またやっていきたいですよね、来年からはね。サンドリの流行語、サンドリの流行語とかもね。世間一般のやつも交えてもいいですけどね。盛り土食べますかとかね。ありました。盛り土食べますかとかありますね、うん、ドクターセックスですか。いろいろね、流行語もあります。流行語は多分いっぱいあるでしょうね。なんかいろいろありましたよね、あの、あ、お財布落ちた安田氏ねとかね、いろいろありましたけど、ね、ありましたっけそんな。初耳ですね。ネームドスコイパンダ FM 氏が、あ、流行語、今年の流行語、先月放送で8ヶ月のインプラント手術を経て、うん、歯が入った有吉さんが発音を確認するときに言っていた、うん、キキキリンのおしっこだと思います。キキキリンのおしっこぜひ飲んでみたいです。バカじゃないの、怒られるぞ、まあ、本当にもう言うな、蒸し返すんじゃないよ。
その時のノリで言ってるんだ。あとでゾッとするわ、ほんとに。キキキのおしっこってやんの。字面にしたらね。そうそう。しょんべん飲んでからっていうね。すいませんか。知らない。おしっこ殺人事件の歌知らない。郷ひろみさんと。そこの部分を切り取ったんですか。ジョボ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 おしっこ飲んだらっていうね、ラジオね。途中からだからね。普通頭からとかこうサビからとか。思いついたとこから切り取るからさ急すぎて分かんなかったよ。メガネかけ系 FMC が、はい、アリさん去年のキャラ祭り最後こう言い残していました、うん、生だからとっさに甘えずこの3週間後キャラは生まれましたちゃんとしろ生だからとっさねで甘えちゃうってことか。あ、まあ、しょうがないよねっていう ね、 そうですね。何にも決めてないんですから。まあそうですね、言ってましたよね。だから、ね、うん、生意気言うなお前らが。いけそれ。あ、じゃあちょっとこれはちょっと今年の流行語大賞にあのなぞってちょっとこの人にメガネかけきさんに一言あげよう、うん、生意気言ってるとぶち殺すぞっていうことで、ね、どの言葉になぞったのかありました。歴代でもないでしょそんなの。目に伝えないでしょ。私自分で手は下しませんので。だいぶ西君がだいぶ離れちゃってんだもん。 あのあっちはあの自分の手でやりますけどね。ほうほう、あの時は。行こうか。行ってください。ちょっと一つじゃあキャラ紹介しましょう。はい、お願いします。もうエントリーナンバー10番になります、うん、ラジオネームイーグル。僕は2016年9月18日ヒップホップのコーナーに、登場した勘定奉行に一票を投じます。実は勘定奉行様が登場された直前に私のラップが読まれたのですが、新妻はラップが下手くそ、私はユーモアセンスゼロ、大事故になりそうだったところを勘定奉行様に救っていただきました。またお会いすることができればあの日言えなかったありがとうを伝えたいです。エントリーナンバー10番勘定奉行。勘定奉行にお任せあれ。今のモノマネ俺自分史上最強。勘定奉行にお任せあれ。勘定奉行さん、好きな女優は誰ですか。ルーシー流でオナニーせよ。いい加減しろよ。勘定奉行にお任せあれ。大蔵大臣じゃないんだから。あの辺のね深夜の CM よくありますけど、ね、はい、ありますけど、いや、いろいろありますよ本当にね。1年やってるとこんなこともありますけど、ね、あるでしょうね。やっぱりなんかバカやってるですよ本当に。ね、そうですね、バカやってないとルーシー・リュウって言わないですもんね。ルーシー・リュウね、ルーシー・リュウ最近見ないね。俺がまあ映画をそんなに見てないからだけで、まあ、だけどね、こういう言い方よくないね、ちょっとね。まあまあまあ、最近あれ見ないねなんてね、自分が見てないんだけどね、そのさっきも言いましたけど。まあまあそうですね、確かにね。これちょっと悪いから、ルーシー・リュウさんに悪いことしたね。いやいや、まあまあ。ローラがミラ・ジョボビッチさんと一緒にほら、映画ね、はい、出るっつって、はい、ちょっとなんか今日記者会見みたいなことをミラ・ジョボビッチさんと、あ、ミラ・ジョボジョボビッチさんとさ、ジョボビッチです、ションベン・ジョボジョボビッチさんとさ、違う、ミラ・ジョボビッチです、ミラ・ジョボ、ションベン？じゃあミラ・ジョボ、ミラ・ジョボジョボビッチ、ジョボビッチです、ミラ・ジョボビッチですね、はい、もうそれで大丈夫です、ね、とさ、はい、ローラが記者会見やってたけどさ、はい、英語で話すときローラちゃんとしてるのね、あれやっぱり。おー、I'm just man, sorry, serious, right? すごく、しこり、もうどんどんしこってほしいです。私ね、どんどんしこってください。ミラ・ジョボ・ジョボビッチさんと、私結構、しこって、ふた、したらえてしこってもらったらいいね、なんて監督と言ってもらって、しっかり話すんだよ。最後、もう、後半、ほぼ関西弁が、あんまりしこりすぎるのあんま気をつけやーっつって、発言が強くなってきた。やってるばっかり言ったらほんまにお前吉本新喜劇入らせるぞって言われてました。シコ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 やってますんでね、大阪のおばちゃんになっちゃっても全然ちゃんとしてたよってローラが。あ、ちゃんとしてたね、はい、うん、しこって言ってないですね、はい、言ってないでしょ、ちょっと一旦ブレイクさせてください。はい、お願いします。
Dreamer. Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer.さあ、今夜はサンドリキャラクター祭りをお送りしております。はい、それではうん、行きますか。どうぞ、ね、はい、行きましょう。最後に対象決めますからね、はい、もう11番ですね、エントリーナンバーは、ラジオのセンタービス。私の好きなキャラクターは、ブドウパンを勧める氷室京介さんです。この日の放送は氷室さんのファイナルライブ前日。そんな時でもブドウパン食べますかとゲスナをいたわる氷室さんの優しさ、私は思わず枕を涙で濡らしました。エントリーナンバー11番、氷室。氷室さん、好きなパンはブドウパンだそうですが、嫌いなパンは何ですか？うーん、フライパンだぜ。俺冗談言ったけど、これ冗談言ったんですね。そうそう、気さくな方やから。なるほど。うん、パンはパンでもですよ。パンはパンでもフライパン。パンはパンでもフライパン。でもおかしい、食べられないパンは。パンはパンでもフライパンってなんだ。いやいや、食べられないパンは何だと思っちゃってるな。フライパンってなんだって、フライパンですよね。そうですね。気さくなんだけどね。木村さん面白い人ですね。フライパンで焼けるものってある？いやいやいや。卵。正解。はいはい、氷室さんの謎謎分かりました。パンはパンでもフライパンはなんだ。正解はソーセージパン。氷室さん、うん、合ってますか？氷室さん、パンはパンでも、うん、アナルの中に入れると気持ちいいパン、何パンですか？食パン固めてやつ。何じゃないの。何言ってんの。何言ってんのよ。本当に分からんじゃない。何食パンを固めたやつってバカだな。頭が悪すぎるよ本当に。もう参っちゃうよ本当に。私こんなもう42歳だっつうの。いつまでこんなバカなことやらせてもらえるのか知らないけどね。いやー、まあちょっとこのラジオが終わった時が一つ大人になる時だろうな。そうするとやっぱり次のステップに進まなきゃなと思うかもね。あ、そういうことですか。やっぱりちょっとコメンテーターやってみようかなとか。はいはいはい、はい、ね、そうですね。このラジオやってる人はお昼の帯やらせてくれませんか。このラジオやってる人はコメンテーター無理ですね。それはちょっと無理です。無理ですね、難しいですからね。もうエントリーナンバー12番になりますか。ラジオ中田でして、印象に残ってるキャラ、2月14日放送、で登場しましたね、プリズンブレイク。日本語吹き替えバージョンでティーバック役を担当している、若本さんとワイルドスギちゃんのコンビです。自分は新参者でゲスラー歴が浅いのですが、おそらくこんなにもたくさんのゲストが登場する回はあまりないんではないかと思っています。そういう意味でこの回は印象的でした。エントリーナンバー12、スギちゃん。さあ、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーだぜ。あれは白いけどね。うん、ワイルドだろ。思わずね、こんな風になっちゃったぜ。2月に入ったっていうことでね、俺は今日もパンツ一丁で来たぜ。ワイルドだろ。こんにちは。夜なのにこんにちはって言っちゃうぜ。太田プロのワイルド番長、有吉弘行だぜ。ティーバックのあれでしょ、日本語バージョン吹き替えの方を見始めたってことですか。その声ですよね。ワイルドだろ。なんでスギちゃんやったんだよ。またスギちゃんブーム去ってくださいよ。もうそろそろ2016年なんですから。ティーバックかと思いきやスギちゃんだぞ。全然びっくりしねえよ。途中までティーバックっぽいじゃねえかよ。ティーバックの声優の人がちょっと忘れちゃったんですけど、あの人も結構有名ですよね。あの人はね、有吉弘行の誰得って番組でもな、はあはあ、ナレーションずっとやってくれてんだぜ。ああ、そうだ、有吉弘行の誰得って言ってるんだぜ。ワイルドだろ。今日はスイスの鉄道紹介だぜ。違います。いや、ちょっと止めましょう。ちょっと
もう何が何だか分からないじゃない。恐ろしい ね、 ねえ、そうっすね。酔っ払ってやってんの、酔っ払ってやっててもまだマシだよね。まだ。いや、そう思うよ。あれでしたね。本当に出始めるときのスギちゃんのオープニングのやつって、本当に見切り発車っぽかったですね。勝手にやり出して、勝手に作り出してったっていう感じがすごくわかりましたね。手作業ですよね。手作業ですね、本当ね。すげえ、聞き直したらわかると思うけど、これすごいな、これ。なかなか、なかなか面白いじゃないか。顔ザコ師匠なんですけど、顔はザコ師匠なんですけど。ザコ師匠だね。顔のことだね。はい、ラジオなんだから。そうです、そうです。誰のものかわかる。誰のものもね、誰のもの。いや、でも、誰なんだろう。こんばんは。おう。こんばんは。え、誰だ、どこの声優なんだろう。勝新太郎です。そんなでしたね。そんなでした。さあ、続いて。もう13番目かな、はい、ラジオの大丈夫を気取ってます。僕の好きなキャラ5月1日放送で登場したゆとりの有吉さんです。ドラマゆとりですか何かを見た有吉さんがゆとりになり冒頭から登場。放送事故を恐れない有吉さんはとにかくゆとり全開でした。知らないよ。エントリーナンバー13ゆとり。有吉の魚サンデーナイトドリーマーです。こんにちは。すいません、ゆとりなもんで。ゆとりですけど、なんか。ドラマか、ドラマやってますからね。ドラマやってますから。こんにちは。あるしです。ゆとり世代じゃないでしょ、もっとおっさんみたいですよ。ウソちゃんもね。こんにちはじゃないですよ。うるせえ、じじい。こんにちは。まだか。犬100匹飼ってます。有吉です。嘘ばっかり言って。それ何で言うといいの？東京半蔵門の JFN スタジオから生放送、はい、サンデーナイトドリーマーです。5月になったんで、はい、犬の世話も落ち着いてきました。あ、犬のこと心配になってきた。あ、悲しい。あ、犬の100匹の犬のこと悲しくなってきたな。悲しい。なんだ100匹の犬って何なの。出てくるのそれが。あ、いや寂しいな。出てくるんですね。いや寂しいな。帰りてえな。あなたの番組です坊ちゃんの。あ、すいません。ですよ。すいません。それなんだよ。何かそれ言えばいいってもんだ。ダメですって。はい。何か。いや、それドラマでしょそれ。タイトル言っとれないけど。うちのこの会社タイムカードないですから。ないですよ。別に来たい時間に来て、帰りたい時間に帰る。いや、ダメでしょ、生放送でやる。フレキシブルな。フレキシブルとは言わないでしょ。そんな会社じゃないですよ。芸人でしょ80芸人じゃないから俺。え、芸人じゃないよ。芸人でしょ。全然芸人じゃないから。全然芸人じゃないですか。何なんですか。トリマ。トリマ犬の今の若いやつはゆとり世代なのねえ。全員ゆと、俺ゆとりだと思わないけどね、自分自身。まさにゆとりの、まさにゆとりのような放送です。あ、そうなんだ。取り留めのないね。そうですね、確かに。取り留めのないものですよ。そうですね。なんか、やっぱり料理っていうのは、毎日こう、なんかよく言うじゃない。女性蔑視とか女性差別とか男女差別じゃないんだけど、結構ほら、レストランとかのシェフっていうのは男の人が多くて、はいはいはい。まあ、ご家庭でね、食べるご飯なんかは奥さんが作ることが多いっていうのは、ちょっと女性は体温の変動があるじゃない、うん、まあその女性特有のもの、はいはい、だからちょっと舌の感覚が毎日一定じゃないから、あのレストランなんかじゃちょっと味が変わるからね、ちょっとなかなか難しくて、でただその家庭の料理の場合は毎日少しずつ味が変わってたぐらいの方がやっぱり食べる方は新鮮味もあって、あ、今日はこんな感じだな、あ、今日はこんな感じだなっていう感じで、まあ女性はその家庭料理に向いてるなんていう話があるけど、はいはいはい、まあだからその、そういう意味では私のこの放送もそうよね。やっぱちょっと毎回ちょっとテイストが違ったり、味が違うな。あれ今日、なんだこの味。今日美味しいな。今日またでもこの前の味噌汁と違うなっていう感じなんだよな。さあ、ということ。さあ、ということじゃねえんだよ。じゃねえんだよ。いかがにしろよ。しょっぱーっていう時もあるわけでしょ。それカラ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 とか言ってる時もある。しょっぱーしようしてすいませんっていうね、日もあるだろうね。あるでしょ。甘い時もあるわけですね。どれや
しょっぱいしょいしょすいません。だ急にこういう時もあるわけですね。こういうこともあるんですね。これが、はい、あの味がちょっと変わってるっていう、はい、そういうことです。女性シェフ、女性シェフだと思ってください。だただ最近はやっぱり女性の社会進出も当然増えてね、はあ、女性のちゃんとしたシェフの方もたくさんいらっしゃいますよ。いますよね、はい、そういう人たちはまあそれ、まあ、だからそれはだから少しずつ味が違うのもいいだろうね、はい、そうちょっと味違うなっていう時もそれはレストランの魅力だろうし、うん、まあでも一定の味を出すやっぱり女性シェフもそれは当然もちろんいらっしゃると思いますからね、うん、いますよね、はい、私はなるべくまああのうん、まあ一定のクオリティのまあ料理を出したいなとは思うけど、うん、でもそればっかりだとね、なんかその、うん、面白みもないじゃない、今日はちょっと本当まずかったなっていう日があってもいいと思うのよ、うん、本当に。そうですね。だけど今日はもう特別美味しかった、三つ星レストランより美味しいんじゃないなんていう日があってもいいと思うよ、うん、俺はね、うんうんさあ、言いたいこと全部言ってさあじゃねえんだよ。一旦じゃあ、はい、ブレイクさせてください。わかりました、はい、サンデーナイトドリーマーさあということでサンドリーキャラクター祭りはね、有吉ドキのやっております有吉ドキのサンデーナイトドリーマーですけども、はい、続いてもう一つ、うん、ラジオネーム東北自動車道、僕が好きなキャラクター有吉シェフです。9月25放送のニュースコーナーで、うん、アルコ&ピース平子さんが天海祐希さんのドラマにゲスト出演というニュースを取り上げた際、うん、せっかくだから予行練習をしておこうということになり、うん、有吉さんと平子さんが即興で演じた、お話ですね、うん、はなかなか良かった、有吉さん話の続きは劇場でと言っていたので、うん、劇場版の公開待ちきれませんと、うん、エントリーナンバー14シェフ。はあ、シェフ遅いなあ。もう約束の時間を過ぎてるじゃないか。ドカン！シェフ！大丈夫ですか？あれ、なんで、あれ、なんだこれ？俺、チンチンがついてる！なんだこれ？私のこれ？これ何？シェフ！私たち、これってどうなってるの？そんな話じゃないでしょ。そんな話じゃないでしょ。君の名は。君の名は。いわゆる今の君の。君の名はそうですよ。シェフはそんな話じゃないでしょ。君の。いや、これいち早くね、やっぱ、流行り物を取り上げてって。取り上げてですか？そうですね。いや、なかなか面白いですけども。さあ、メールもいろいろと届いておりますね。はい、もう今のでエントリーナンバー14。14。すごいですよ。うん。ラジオネームバラマンディ FM ブンバー、今日の放送を聞いてこんなにバラエティに富んだキャラたちをゲストに連れてこれる有吉さん人脈の広さに感服しました。ありがとうございます。知らないのか仕組みを。ラジオネーム桃色クローババ、上品アリちゃん、ワイルドフェスちゃん、そして今年のスギちゃん、このラジオスギちゃん多すぎるだろ。時代進まねえな。ひどいこと言うね。ひどいこと言うほんとに。ラジオ黒羊エヴァングマン、アリさん、今年の流行語というか流行フードは鶏の血を固めたやつですね。鶏卵しか食えない僕らには無縁ですが、いつか食いたいな、鶏の血を固めたやつ。怖いもの食べてんね。歯真っ赤にしてない、ずっと噛んでるガムみたいに鶏の血固めたやつ。口の中真っ赤っか。ラジオ大丈夫気取ってますエヴァングマン、今年のサンド流行語は1つアモーレ愛すること、2つカンターレ歌うこと、3つマンジャーレ食べること、そして一番大事にしているのはもう1つアナールです。今年のサンドリは例年以上にアナル一色だった気がします。そうです、今年はちょっとアナルイヤーだったかもしれないね。アナってるっていうのが流行語大賞取ったぐらいですから。取りましたか、ちょっとアナル、まあ来年からちょっとまたアナルからの卒業、アナルからの卒業にしましょうね。ちょっとなるべくね。してください。本当にお願いします。盗んだアナルで走り出す。行き先は直腸だ。というね、アナルからちょっとね。誰の？アナルにどこに行けば僕は入れることできるだろう。
上がる。いつになれば僕はこれに飽きるのだろう。アナル豊さんのね。アナル豊さんじゃない、尾崎豊さんね。できてから歌おうよ。見切り多すぎるって。いや、見切りでそれだけできるすごいとは思うんですけど。また会う。アナル。わかります。アナル清彦。尾崎ね。尾崎のところにアナルしちゃダメよ、もう。一曲いきましょう。サカナクションで多分風。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer.さあ、東京半蔵 JFN スタジオから有吉弘行とデンジャラス安田がお届けしております、はい、サンデーナイトドリーマー。なんか今日はちょっと新しいちょっと曲ばっかり聴けてちょっとこうためになった。あ、そうですね、あの歌だったのかって、あの CM のやつとか。はいはいはい。魚ごめんなさい、サカナクションね。何サカナクションでしょ。あ、はいはいはい、すいません、今ちょっと途中で、バンド名の途中でちょっとくしゃみしちゃいましてすいません。いや、大丈夫、先ほどの歌はだから、いわゆる、はい、魚。はい、そうですよ、サカナクションですか。びっくりしてんじゃん、古典的すぎて。いやいや、そんなことないですよ、やり口が。いやいや、そんな、いろんなやり方がありますからね。本当、はいはい。盗んだなる。いいじゃん、戻らなくていいんだよ、戻らなくて。紹介しましょうか。はい、お願いします。もう15番目だ、ね、15番目もう。だってお別れが寂しいからね、ちょっとなかなかやりたくなくなるんですよ。ああ、これを全部紹介し終わった日にはもう皆さんとお別れなんですよ。ああ、まあそうですね。はあ、寂しいね。あら、どうした、らしくない発言。え、そうですか。いや、いつもこんな感じでやってますけどね。余談ですけどね。余談ですけどね。急にペーションが。おはようございます。おはようございます。ラジオネーム、ダメ。違う違う、人のラジオがしてるから。ラジオネーム、耐水ペーパー。はい、お願いします。僕が最も印象に残っているキャラクターは、9月25日に登場したダブルマウスです。有吉さんがアナルでおナスを食べる新人類であることをカミングアウトした後、ダブルマウスとして真の正体を表した時は、ゲスな全員がこの世の終わりを覚悟しました。エントリーナンバー15、ダブルマウス。有吉さん、俺は信じねえ。アナルでおナスをいただけるだけで新人類なんてありえねえよ。だってそんなのみんなできるじゃん。俺が新人類なわけないよ。俺は普通の人間だ。俺は新人類じゃない。現実から目を背けないで。あなたは新人類なの。入り口と出口が2つある。これなんだ。いや、私のような優勢人間だ。おっす、ほら悟空。強いやつ いねえかな。強いやつをお探しですか。私が、あなたは火星からやってきた。わかりますね、私の名前は。いや、名前はちょっと存じ上げますけど、ダブルマウスことナスを用意しただろうね。私の希望通りナスを1000本用意しなければ奇跡は終わりだ。ダブルマウス様、うちの畑で採れたナス50本です。どうかどうかこれで勘弁していただけないでしょうか。お願いします。50本か、まあしょうがないな。死ね。あ、ひどいこと。やっぱ足りない。あ、ナスでも食べるか。バカめ、かかったな。うわぁ、おおおお、気持ちいい。めちゃめちゃ強いからね。強いね。ドラゴンボールで言うところほぼフリーザー。フリーザなんだよ、ダブルマウスって。安田さんシングルマウスだもんね。私、はい、そうですね。シングルマウスでしょ。シングルマウスですね。
ダブルマウスかな。でも女性の場合トリプルマウスもいるからね。それすごいなと。それがやっぱ女性に勝てないところなんだよな。あ、そうっすか。やっぱ俺やっぱ所詮男だなって。まあ、まあ無理やりね。まあちょっとあるけど、それはちょっと食べるわけにはいかないじゃん。やっぱそっからそれナスは食べれないから、あれだ。女性はだからトリプルだからすごいよね。まあそうっすね。はい。すごい。フランス国旗みたいなもんでしょ、トリコロールみたいなもん。すごいね。女性参加ですよ、あれは。本当に。素晴らしいなって。やっぱ女性に勝てないなっていうところですよね。とかね。食べますかね、3つ食べますかね。何食べたいですか、一番。は？いや、なんか、もし食べるとしたら、何食べてみたいですか？食べるなら？食べるなら。まあ、じゃあ、人参とかですか？わあ、人参？なんで人参なのよ。適当すぎない？いや、まあ、パッと思いついたのは人参です。まあ、まあ、先が細くて徐々に太くなってるからな。まあ、素人には持ってこいだろうな。ああ。だけど、それちょっと、本当はそれ怖くない？それ。いや、怖い、ね。かっこつけて言ってっけど。ああ、そうでしょ。じゃあ、あれ。アスパラでしょ？いや、でもアスパラの先端がちょっとギザギザにしてるのとか。あと根元も硬いですからね、あれ結構ね。いや、硬いやるかよ。あんまり気にしない方がいい。本当ですか？いや、アスパラ怖い。な抜いた時めちゃくちゃついてそうですよね。いや、それはもう3日間もう飲まず食わずだから。綺麗にしないと。それルール違反だから。ああ、そういうことは。それ失礼。それは知らなかった。それ失礼だわ。最低。それ口とは言えない。それ結論なのあなたのそれ結論なのよ。私たちはもう清潔ですから。そうですか。歯磨きと、もう、アナル磨きで、もう二つやってる。歯ブラシ 2種類あるから。歯ブラシって、あれですか、あるんですか、アナル用の歯ブラシっていう。アナル用の歯ブラシなんてないよ。別に普通の歯ブラシでやって。普通の使ってらっしゃるんですか。柔らかめね。あ、まあまあ、そうでしょうね。はい。あ、そういうことですか。ラジオネーム。琵琶湖のアナコンダ。ほんと、いい加減してよ、もう。今年アナルイヤー。来年からもなしよ、もう、ほんとに。いや、もうできればそう。ギャラクシー賞取りたいんだから。こんなんじゃ取れないのよ。アナルが一回でも出たら取れないから。すいませんね。その月、その日は。そりゃそうですね。そうですよ、だからもうダメ。はい。じゃあね。アナルからの卒業。もう取れませんよね。それでね。今日言ったらね。ね、言っちゃうとね。まあ今日はいっぱい言っちゃってますから、もう関係ないですけど。盗んだアナルに何入れる？アスパラか、おナスかな、人参か、じゃがいもか、玉ねぎ。カレーの材料みたいになってるけど。何、人参じゃがいもなんて無理でしょ、もう。絶対に。スティック状にしたね。ああ、そういう風にね、切ってね、成形すればね。行くよ。はい、お願いします。やらして。俺のせいだろ。ラジオネーム、琵琶湖のアナコンダ。はい、お願いします。私が印象に残ってるキャラ、4月17日放送、うん、9時過ぎフリートークで出た仏の有吉です、うん。もやし専門店を予約したココアちゃんと若手刑事、酒井。うん、それを落ち着かせる仏のベテラン刑事有吉さん。このコンビもう一度聞いてみたいです。全然わかりません。3、エントリーナンバー16、仏の有吉。金玉白髪のクソジジイ。今何なんですか？え？金玉白髪のクソジジイ。ブリッジだ。おーちゃん。はい。めっちゃ怒った。お前が予約したのか、本当に。はい、僕がもやし専門店予約しました。合コンやったんだな、酒井と。やりました。なんでもやし専門店したんだよ。いや、ちょっと一個ちょっと誰だよ銀座は主学のクソじじい。あんだけ俺いじられて親父だって死んでんだぞ。おい、酒井、それで俺が聞きお願いします。すいません先輩。すいません。美味しかったか、もやし。そうですね、美味しかったです。恥ずかしいと思わないのか。いや、まあ、あんま思わない。おい、銀座は主学のクソじじい。酒井。はい。俺が若手刑事が。何ですか、その、まずは勢いのある若手刑事が。まず勢いのある若手刑事。刑事っていうのは。で、仏の刑事が出てくるっていう。金玉白髪のクソじじい。何このブリッジ。金玉白髪のクソじじいって何なのよ。何このブリッジ。全然忘れてるけど。金玉白髪のクソじじい。これもギャラクシー賞取れなかった回ですよ。取れないでしょうね、これはね。この回もちょっとギャラクシー賞取れなかったですよね。ギャラクシー賞取った回もちょっと1本ぐらい紹介したいですけどね。そうですね。はい。
ついついね、ゲスナーの人たちが下ネタ送ってくるから、それでもうちょっと排除されちゃう。困ったね、本当に。来年からはもうちょっとなんかちょっとアカデミックなコーナーとかもやって、やっぱりちょっとギャラクシー賞狙っていかなきゃいけないな。ああ、じゃあまあ、ね、じゃあもう本当なしにしましょうよ。そうだね。はい。アナルは語るとかさ。なんかちょっとダメですよね、それはね。まあアカデミックにやって、ね、やっていけばいい、ね。うん。一旦ブレイク。はい。さあ、ということで引き続きサンドリーキャラクターバッテリー、はい、エントリーは残り2つということですね。そうですか、あっという間ですね。はい、はい、もう行きましょうかね、はい、エントリーナンバーもう17個になりますか。お、優しい 理系数学、今年のキャラクター祭りは断然シンディーローパーさんだと思います。知らないな。シンディーローパーさんはボラニーを、ボランティアオナニー、ボラニーという言葉を生み出しただけではなく、ちょっとエッチな質問にも答えてくださり、ゲスナーたちのボラニー活動にも多大な貢献をもたらしました。本当、エントリーナンバー17番、シンディーシンディーローパーさん、質問です。どんなものをアナルに入れられると一番高い声が出るんですか。シシトの辛いシシト、辛いシシト入れられるとね、たまに辛いシシトあるんですよ。ありますあります。あれが一番入れられると一番シンディローパーさん、質問です。多いな、シンディローパーさん。年末年始はどう過ごされたんですか。ボランティアと何か、あそこであれですか、ボランティアとオナニーでボラニー、そういうことか。そうなんですね。シンディーローパーさんがやっぱそうか、そういう慈善活動やってるからね。偉いよね、ああいう人たちってお金があるからね、やっぱり余裕があるんだろうけど、まあそういうことにも積極的に参加してくださいますからね、ボランティア、オナニー、ボラニーね。シシトを食べるとやっぱあれぐらい出るんだな。安田さんのだからダメだから、そう。そうですね、アスパラとかでも。人参とかじゃダメだ。あんな声で。ってなんだ。多分そうだと思うよ。アスパラ入れたら。だと思う。ああ、そうぐらいでしょうね。でしょうね。うん。俺でももっとシシトとか入れるからね、俺はちゃんと辛いやつですか。かー厳しい厳しいだったらやらなきゃいい。からし塗ってちょうだいいや、古い、古い。財津って古い。アナルマルク竹本ピアノ、そこ変えろっつって。なんでそこ変えないの。怒られるよ。竹本ピアノに怒られるよ。いい加減。からし塗ってちょうだいっていうね、エントリーナンバー。18ですか。ラストですよ。はい、ラストです。ね、はい、いやー、寂しいね。もうお別れですか。はい、家帰らなきゃ。寂しいね。寂しいですね。行きましょうか。お願いします。ラジオネーム東北自動車道、僕が推薦するキャラクターは小池百合子都知事です。都知事就任直後8月21日放送に登場をし、衣服が小池グリーンであることをやたらと強調していました。ゲスナーは童貞に優しい街づくりをする小池先生を応援します。エントリーナンバー18、ラスト、小池百合子。知らない世界の皆さん、お元気ですか。小池百合子でございます。小池百合子さん、今なら抱かれてもいいという時は何色の服を着るんですか。小池グリーンでございます。石原前都知事がですね、非常に浄化作戦ということで、はい、歌舞伎町を寂しい街に してしまいました。はい、確かに私はここに宣言いたします。歌舞伎町風俗宣言をいたします。すごいね、歌舞伎町風俗宣言、小池百合子さんがしてましたけれどもね。好きな色は何ですか。って考えるまでもないっていう。
小池グリーンしかねえだろ。あれ以外の何を答えようとしてたの、お前。あの時間で。小池グリーンって言わない方が楽しいのかなと思ったのかな。っていうね、いろいろ自分の中での反省も。小池グリーンでいいんでしょうね。はい、さあ、ということで18個のキャラ出揃いましたね。はい。ざっと読んでみましょうか。謎でしょうけど。はい。おちんあい、いっちゃうおばさん、松井、AI、京子、福田和子、五木ひろし、豪栄堂、陰金ちゃん、勘定奉行、氷室、杉、ゆとり、シェフ、ダブルマウス、仏の有吉、シンディーローパー、小池百合子。さあ、それでは、大賞の発表に参りましょうかね。お願いします。サンドリー、キャラクター祭り、大賞は、五木ひろしさんです。あ、五木さん、はい、これはまあ、オッズが 2.1 倍ですから結構まあ本命ですね。一番人気ですね、ほとんどね。機種もまあデムロですからね。あ、まあ、大体これ硬いなとは思ってましたけどね。さあ、まあ、五木ひろしさん、まあ、あの回数もね、はい、結構出てくださいましたし、はい、山本君との掛け合いもありました、はい、まあ、あの横浜たそがれのね、歌も 何回も歌ってくださいましたし、非常に、はい、あの番組に貢献してくださいました、うん、まあ、来年もまたあのどしどし、あの五木ひろしさんをゲストに呼んでいきたいなと。ああ、そうですか、はい、でもあれなんですか、やっぱ歌ほらいっぱいヒット曲あるじゃないですか、はいはいはい、だからやっぱり違う歌とかになってます、ね、うん、まあそうでしょうね、まあ、と本当にいろんな歌があるからね、ありますよね、うん、でも、まあ、今回はちょっと、それでは優勝の、はあ、今回大賞を受賞されました五木ひろしさん、はあ、ここで歌っていただきましょう、はあ、横浜たそがれ。チャチャチャラチャラララララララチャチャララ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 ラブルース口笛女の涙あの人は言っていってしまった、あの人は言っていってしまった、もう帰らない。さあ、リオシオキサンデーナイトドリーマー、そろそろお別れ、五木ひろしさんの、ね、名曲横浜黄昏でございました、ね、素晴らしい、なんか歌った後に小さく一礼してましたもんね。すごいですね。さあ、ということでね、来週はアシスタント総選挙スペシャルでございます、うんうん、そして上島竜兵新春スペシャルの収録もありますので、うん、上島さんに対するメールね、あのどんどん送っといてください、はい、1月8日分の収録も行うという噂ございます。ネタメールもどんどん送っといてくださると助かります、はい、よろしくお願いいたします、はい、さあ、メールいきましょう、うん、ラジオネームゴーモーラ、アリュさん、ダブルマウス以外の新人類でアナルにナスを入れると叫ぶナス岡さんもいましたよね。いや、新人類は本当強&いいですね。強いね。ね、ラジオネームゴモラ、今年の流行語は安田さんのチンコがすぐ勃起する様子を表した安田のチンコは腹筋ワンダーコア。ありませんよ、ないないない、そんな安田のチンコは腹筋ワンダーコア。気に入っちゃったじゃないかな。2回たとき気に入ってんだから、ね、ロッキーなの送ってくるのいいんだもん。渋滞してんだから、キャラが渋滞してんだから。いや、これもあったね、あったねじゃない、初耳だよね。そうだよ、忘れてた。安田のチンコは腹筋ワンダーコア。ほら、完全に切りちゃったよ。よかったエンディングで、これオープニングだったら大変だよ。ラジオネームイラバの白うなぎ、はい、FM サイン、有吉さん、この番組がギャラクシーショー。何年もやってんのによ、いい加減気づけよ。この番組では無理なんだよ。もし取ったらね、その時最終回だよ。生意気なこと言ってない、こいつマジで。あれやるしかねえな、ギャラクシービームでぶち殺してやるしかねえな。ギャラクシービーム。本当にびっくりしたかもしれないね、違う意味で殺してやると。え、
何ですか、こんなネガティブなこと言うなんて。ポジティブ番組ですから、ポジティブパンティーストーリーですから。パンティーストーリーこの、いや、この番組をどういう風に書く、熱血応援バラエティーとかさ、はい、いろいろあるじゃない、くくりがありますね、はい、深夜のお笑い番組いろいろ、なんとかショーとかさ、はいはい、これはもう熱血を、熱血パンティーストーリー熱血パンティーストーリーサンデーナイトドリーマー。あ、そうだったね、知らなかったな、うん、いや、もうどんどんポジティブ、ポジティブでしたね、ポジティブ、パンティー、ストーリー、ストーリー、はい、PPAP そうなんですか、なってますなってませんよねI have a I have a 金 I have a 覚醒剤うん絶対ダメ金があっても覚醒剤やっちゃダメですよっていうことを厳しく、ね、あの伝えてるこの番組でございます。よかった、よかったです、それだって何を言い出すのと。さあ、ということで、五木ひろしさん、おめでとうございました。ありがとうございます。まだいらっしゃった。ということで、さあ、もう一もうお別れ、はい、お相手、有吉弘行と、デンジャラスの安田でした。また来週お会いしましょう。選挙ですね。はい。はい